テミスコは、メキシコモレロス州第四の都市。州北西部北緯18度51分西経99度14分、北緯18.850度西経99.233度、18.850-99.233に位置している。市は、周辺の自治体の中心地として機能しており、複数の自治体で市の名前を共有している。 2005年の人口センサスによると人口は89,915人、市の調査では98,560人が居住している。面積は8 7 8 6 9トルである。テミスコ市はクエルナバカ市から6キロメートル、メキシコ市から8 5トルの位置に存在する。1940年代にメキシコ市に拠点を置く。 日本人五条団体コミテハポネレスでアユダムツアーがテミスコに200ヘクタールのアシエンダをアレハンドロ・レーシーから取得した。そのことによりメキシコ国内の他地域から新しく来た日本人を受け入れることを可能にした。日本人は1943年に移住した。テミスコではアシエンダに住まう日本人生徒のために学校も設立された。最終的には メキシコ人の父母はテミスコの日本人学校に自分たちの子供を通わせるよう要求し出した。2016年1月2日、ギセラモタオカンポ市長が就任翌日に4人の男に襲撃され銃殺された。客中に掲げる者の対の価の文献によった。ありがとうございます。